テースペスは、アンシャン王。ベヒストゥンヒブンによれば、アケメネスの息子で、アケメネス朝の二代目にあたる。推定在位期間は、紀元前675年頃から640年頃。アンシャンの位置ベヒストゥンヒブン及びキュロスシリンダーなどの設計文字秘文によれば、ダレエオス一世とキュロス二世はその先祖を共に、テースペスとしている。このことから、テースペスが、 二人の息子である、キュロス一世とアリアラムネスに領土を分与したという説が発生した。この説によれば、アリアラムネスはペルシス地方を、キュロス一世はエラム地方のアンシャンを相続した。しかし、アンシャンとペルシスは同じ場所を意味した可能性が高く、この説は疑わしい。アリアラムネスが王であった証拠はなく、子孫のダレーオス一世が総称しているだけかもしれない。 テースペースの名は、ヘロドトス。歴史の7巻に出てくるアケメネス朝の経図にも見えるが、ヘロドトスの記述は混乱しており、テイスペスが二人になっている。ベヒストゥンヒブンのシルス経図は、以下の通りである。ありがとうございます。